こんにちは、ウキウキルンルンです。今日は自家製干し椎茸の作り方をご紹介します。生椎茸がお値打ちの時に買って干してから使うととても体にいいですよ。日光に干すことでビタミン D が増えてカルシウムの吸収が良くなりますよ。このビタミン D はセロトニンの合成にとても必要な栄養素で、これが不足するとうつ症状になったりするそうですよ。詳しい効能を概要欄でご紹介してますので、よかったら見てくださいね。それでは作っていきましょう。こういう100均で買ったんですけど、こういうネットで干してもいいですし、こちらはダイソーで買ったんですけど、こういうゼルでもいいですよ。並べるときは洗わないで傘の内側を上にして並べてください。この傘の内側にはエリゴステリンっていうビタミン D に変わる成分が多く含まれているので、干すときはね、必ず内側を上にして並べてくださいね。よく日の当たる場所を選んで3日間ほど天日干ししてくださいね。こういうロッコ入りとかで売っている肉厚の生椎茸もね、とても美味しい出汁が出ますよ。もうね、こんなこじんまりとしてね、カリカリに仕上がってますよ。これをまた水で戻してね、お出汁に使うととても美味しいので、よかったら作ってみてくださいね。